カウンセラーの山本恵美です。今日はですね、ブス問題、ブス問題、これすごいね、ショッキングというか、私のお友達のマリコさんがですね、の昨日も言ったんですけど、ポッドキャストで、その私はすごく見た目にすごくいつも自信がなかったんですよっていう話で、そこから全てのことに罪悪感、その愛してくれる男性さえも受け入れられずに罪悪感を感じてしまうという、その話をしてくれているポッドキャストがあって、これまあ女性あるあるじゃんみたいな、女性の見かけ問題って本当に一筋縄ではいかなくて、本当に重い問題だと思ってます。もうね、これぐらいなんかね、重要な話題はないんじゃないかっていう。で、よく言うじゃん、やっぱりなんか中身よねとか、中身さえ良ければとかさ、なんか女性のはなんかその見かけだけじゃないからとかっていうようなさ、言うも言うしさ、でももう見かけ問題は女性はすごい、男性はね見かけじゃないですよね、やっぱりステータスが違うんですよ女性はね、まあ、痩せてて顔が良ければもうなんかね 90% ね、他の女性からね羨ましいと思われるね、何かを持ってるっていうすごいパワーを持ってるんですけど、まあ、男性の場合はお金とかキャリアとかだったりとかするというふうに池田翔子さんも言ってますし、でそのブス問題っていうのはすごくて、私ここがブスなのよって言わせたら全ての女性が本当に言えると思うんですよ。これだけ整形が流行ってて、まあでも整形とかって素晴らしいことなんですけど、整形って素晴らしいじゃないですか。だって自分の悪いとこをしててそれを直すんだから、すごくない？私なんか自分の、私ね、でもね、私自分の悪いとこがあんまり研究してないから分かんないんだけど、整形する人ってちゃんと研究してるんだよね。だから顔にそこまで研究できるってすごいなと思っていて、なんかだから鼻が大きいとか小さいとかもそうだし、目がちっちゃいとか二重じゃないとか、耳の形がとか口の形がとか、いろいろあると思うんですよね。いや、その研究度っていうのが半端じゃなくて、でもその女性の見かけ問題っていうのはすごいよね、やっぱり何なのって思うぐらいすごくて、顔の問題もあるし、体の問題もあるよね、太ってるっていうのに対しても、なんか何十年も悩んでる人とかいっぱいいるわけじゃないですか。これってすごい社会的な問題、社会的な実はものでですね、やっぱりね、男性はないんですよあんまり、俺すごいブサイクだから彼女になんか好かれちゃって申し訳ないみたいな思ってる人ってすごく少なくて、まあその背が低いとかもちろんあるんですけど、男性も女性ほどね悲劇にはならないんですよね。これはすごい面白いことで、だから男性に分かってもらおうとしても絶対分かってくれないで、これね、娘に聞いたんですよ。あなたたちは自分のことを綺麗だと思っていますかみたいな話をしたら、はっきり答えてくれた上の、まあ、15歳かな、15、6歳のね、そのもう一番磨きが気になって、もうなんか一生懸命家でエクササイズしてるうちの娘が言った言葉が、他の女性に比べて綺麗とか、私はあの子に勝ってるという感覚は持つことがあるんだけど、実際の自分の自己肯定感っていうの、自分の自己肯定感を上げるようなことは、やっぱり全ての女性はこんなことを思っているはずがないって言ってて、下の子も、いや全ての女性はそんな綺麗だとかを思ってないんじゃないかっていう話をしてました。だからうちの娘でもそうなんだなみたいな感じでびっくりしたんですけど、まあまあ、本音ですよね。だからうちの男性たちがブスだとかそういうことではないんですけど、本音を言うと、あの子よりは私可愛いわよねみたいな部分はあるんだと思うんですよ。でも自己肯定感の部分で完璧に自分を認めているかといったら、自分の見かけを 100% は受け入れてないっていう話だったんですよ。ふーんみたいな感じで思っていて、これまあ本当にほとんどの女性そうだろうなと思っていますね。でもちろんね、人それぞれで大小はあるんですけど、大小はあるんだけど、
まあ、みんなそういうふうにどっかで思っている自分はいるっていう。でその自分を受け入れることって、まあ、マリコさんは言ってたんですけど、私は受け入れるとか乗り越えるよりもこの自分と一緒にやっていかなきゃいけないんだろうっていうふうに、なんか諦めの境地っていうのが、なんかこれをこれなんていうの、乗り越えたっていうよりは一緒にやっていってるっていう話をしてました。そしてそ、まあ、これにはね本当に答えが私もなくて、本当に輝いて仕事をしたり輝いている人も皆さんはそういうふうにやっている方がすごく多いんですよ。っていうのはやっぱりそのなんか女子その私がね、もう何とも思わなくなったのはもう本当にこれ神に与えられたものだから私は変えられることができないっていうところでちょっと諦めたんですよね。私はね、私はもう与えられちゃったものだから命と一緒でなんか変えたりできないなみたいな感じになって、私あんまりでも本当に見かけって実はあんまり本当に興味ないんですよ。人の見かけとかも 目悪いんであんま見えないです。すいませんみたいな。いや、ほら、シュッと主婦だったから、なんか、ね、ちゃんと見かけしなかったら、なんか仕事に支障があるとかないんですよ。いきなりこう、なんか、子供たちにちゃんと格好してないから、解雇させられるとかないんですよ、主婦は。まあ、浮気とかそういう問題はあったとしても、まあ、そのあんまりねそういうの良くないんですけど諦めちゃうのは、ただあんまりその私もなくて、まあでも自分のことはその自分の見かけはもう最近は結構嫌いじゃないんで、ね、私はねそれはなぜか分かんないけど、もともとそんなに多くなかったのかな、そういうのが。でもなんかその問題っていうのをやっぱり軽視したりとかはできないなと思ってます。100% の女性が何かしらみんな綺麗でいたいとか綺麗になりたいとか美しくいたいみたいなのはあるよね。でそしてみんなすごい本当は綺麗だし可愛いし、うん、なんか素晴らしいよね、見かけも。でもそれが見えてないだけなのかという話で、なんか結構だからさあれだよね、これも呪いだよね。なんか王子様にかけられちゃった呪いじゃない、なんていうの、王子様じゃない、王子様には呪いは解いてもらうのか。でもなんかその見かけブス問題っていうか女性人類 100% ブス問題みたいなのはあるなと。で一筋はまではいかないと思ってます。もちろんね、その整形とかで変えちゃって理想の自分になるっていうのもあれだし、ダイエットするのもあれだし、まあ、自分磨きっていうか自分を本当に受け入れるのもあれだし、セクシャリティとかの世界だともう裸になって自分の裸を鏡の前で30分見て自分を褒めまくれとかね、あるよね、そういうワークがやっぱり、うん、なんかまあそれを毎日やってみてくださいみたいなのもあって、でも本当に与えられたものだと私も思ってんだよね、体は。しょうがなくない？その与えてくれたものを楽しまないとっていうところがあるのかな。なんかね、そう、すごい神から与えられたからしょうがねえなって。あとまあ結構なんだろう、どうなんだろうな、インナーチャイルドとかやってうまくいくのかな。なんか今ちゃんとやってくれた人はみんなね自分のことを好きになってくれたっていうんであれなんですけど、あんまりね見かけとかそういうものに対してはあえてっていうか、まあ、アプローチするときあるんだけどね、これブス問題みんなどう思ってんだろう、すごい興味あるわっていうことでした。ということで、どんな美人もみんなブスって思ってますから、それを心して今日も頑張りました。ということで、今日もなんかダラダラトークでしたけど、ご視聴ありがとうございました。